はい、皆さんこんにちは、ガワリスシです。今月号の How to Do がですね、もう2016年1月号ですね。もう月刊誌では1月号がスタートしてるんで、新年度のスタートということになりますね。ということで、今月はですね、松を使った花束を皆さんに紹介していきたいと思います。ではですね、ちょっとこうお正月っぽい花束にしますので、ぜひ楽しみにしていてください。では早速始めていきましょう。どうぞ。はい、では始めていきます。今回はね、この器を使っていきます。まずこちらの紫の水引きですね、これをこのようにループにして、この口ですね、この器の口に合わせてこうループを作ります。まあこのぐらいですかね、こんな感じですね。それでこの部分をワイヤーで留めます。でこれね、ちょっと今回太めのワイヤーを使っていきます。でまあ地巻きワイヤーを使った方がいいんじゃないかっていう説もありますけれども、今回は、まあ、この紫のリボンなので、あ、リボンじゃ水引きなので、地巻きよりもこの裸ワイヤーの方が見えにくいですね。でこれは、3箇所ぐらいこのように留めていきます。はい、このように留めました。そしたらここをね、3本のワイヤーを1つにこう束ねておきましょう。こういう状態になります。はい、そしたらこちらの松をね、用意して、松はね、ちょっとこう上の頭をねカットして、下のこの脇枝を使う感じです。そこに先ほどのこの水引きですね、水引きをこうセットして、この長くね伸びた方をこの松の上にこうもう一周ね巻くような感じで、ここでワイヤーで留めます。はい、こういうような状態ですね。まず最初にこの紫のねバラを刺します。入れます。次にですね、このセダムですね、セダムを入れていきましょう。次にこのブルースターをね入れていきましょう。はい、次にこのトルコヒョウのピンクを入れていきます。このシャーリーベイビーを入れていきます。ではね、最後にこちらのプラタナスの、ね、実を入れて終わりにしたいと思います。これはもう装飾的要素なので、これを入れて結束して、じゃあ正面から見てみます。はい、こちらの花束はいかがだったでしょうか。今まで1月号っていうとですね、割と竹と松と使って、純和風みたいな感じで作ってたことが多かったんですけれども、今回はですね、ちょっと洋テイストに徹してみました。ただ松を入れて洋風に作ってあります。これだったらね、本当にこう和風和的な要素が全くないお宅でもね飾れると思います。ではですね、こちらの花束、ぜひ皆さんも作ってみてください。また来月お
How to 動画でお会いしましょう。 See you next time。はい、このフラワー TV では皆さんのチャンネル登録を募集しております。チャンネル登録はこちら、こちらをクリックしてください。こちらが見えてないスマートフォン、タブレットの方は下のリンクよりお願いいたします。またアメブロもね書いてますので、そちらの読者登録もお願いいたします。では。